ロエベロエベロエベは比較製品で有名なスペインのブランド1996年からルービトンなどに代表される LVMH グループに属している1846年マドリード市内のロボ通り現エチェガライ通りにてルーツとなる比較工房が数人のスペイン人職人によって開かれたが当時はレザーケースやバッグ財布 は巻入れ、フレーム、コインケース、タバコ入れといったレザー製品のみを扱っていた。その後の1872年、当時ドイツの職人であったエンリケ・ロエベ・レスベルグ、エンリケ・ローベ・イ・ローワスバーグは、マドリードへ訪れてエチェ・ガライ通りの、この工房を見学した際、職人たちの技術、そして素材や品質の高さに感銘を受け、パートナーとして工房で働くことになった。 その後、マドリード市内のムンタニョラ家の子女との婚姻を機に資金援助を受けることとなる中、手掛ける製品がマドリードの貴族たちを魅了するようになり、それに伴って工房の規模も徐々に大きくなり、1892年には当時マドリード市内の流行の発信地として7日寄っていたプリンシペーリにて店舗併設型の工房であるイーロエウェブティックを開いた。この頃より、 製品すべてにレザーグッズファクトリー、レザーグッズファクトリーというエンブレムが施されるようになり、また、婦人用ハンドバッグの製作もスタートされた。1905年には当時有力な顧客であったコンキスタ公爵夫人によってスペイン王室に紹介され、高品質でオリジナリティあふれるロヤベの製品が高く評価されたことにより、 アルフォンソ13世から王室御用達の称号を授かった。この頃より国内での事業拡大を始めるようになり、バルセロナでの二号店オープンを皮切りに、国内主要都市にて続々と店舗をオープンし、それに伴った各所からの注文像に合わせて、1949年には主要工場も建設している。この頃より製品領域も広がり、 新たにトラベル用品やインテリア小物、靴、ギフト製品が商品ラインナップに加わったことに加え、当時スペインに輸入されていた海外ブランドの販売権も獲得、シャルル・ジョルダンやロジェビビエ、クロエ、クリスチャン・ディオールといったブランド製品の販売も手掛けるようになった。また1939年にはマドリードのビジネスの中心地でもあったグランビア8番地にて、 半円形のショーウィンドウが特徴的なグランビア店をオープンするが、ブティックの建設には巧妙な建築家であるフランシスコ・フェデ・パルトロメが携わり、半円形のショーウィンドウは店先の通行人の目から店内をカモフラージュする効果があり、このような作りがラグジュアリー、宣伝といったロイベのイメージを一層強めることとなった。1945年から1978年に、 かけては、デザイナー兼、アートディレクターのホセ・ペレス・デロサスが、ショーウィンドウの設計に携わり、商品のディスプレイにとどまらない、エレガントでかつ豪華で宣伝された夢の舞台を演出したショーウィンドウが話題となった。1950年代からは、ヨーロッパを中心に、様々な国の貴族がロエベに訪れるようになり、グランビア展のゲストブックには、当時のモナコ王妃であったグレース・ケリーなどといった。 長い貴族の名が記されるようになった。1959年には、マドリード市内のセラーノ通りに、床面積900メートルのブティックをオープンしたが、この店舗の建設にはスペインでも、最も権威のある建築家、ハビエル・カルバハルが携わっており、当時のスペインでは、馴染みの薄かった、スカンジナビアスタイルと呼ばれる内装と外装に、 コントラストを効かせた店舗コンセプトがアバンギャルドなブランドといった新たなロエベの評価を得るきっかけとなった。エンリケロエベナッペはマドリードとバルセロナにそれぞれ拠点を構えて事業を展開するようになった。1965年からはロエベナッペの息子エンリケロエベリンチが事業に参画し、婦人向けの新ブランドウィメンズプレタポルテを開始。 最初のデザイナーとしてカール・ラガーフェルドやラウラ・ビアジョッティを迎えた。1970年代には海外進出も始めた。1990年代からはコレクションのデザインをナルシ・ソロドリゲスが手掛け、現在はホセ・エンリケ・オナセルファがクリエイティブディレクターを務めている。また1983年からはホセ・ルイストリビオがデザインを手掛ける、現在は フランシスコ・ポコービが手掛ける紳士向けのメンズ・プレタ・ポルテを展開。1987年には初の紳士物専門ブティックがマドリードにオープンした。1985年12月にはルイ・ヴィトンと販売契約を締結した。1989年にはフランス・パリのアベニュー・モンテニューに海外初のブティックをオープンし、その後も 世界の主要都市でブティックを展開するようになった。1996年には、ルイ・ヴィトンなどの多数の高級ブランドを抱える、コングロマリット LVMH グループの参加に入り、レザー製品とプレタポルテの2分野を中心に事業展開を進めている。2014年、クリエイティブディレクターにジョナサン・アンダーソンが就任。主にバック、財布類に描かれている。 L を4個組み合わせたブランドロゴのビジュアルが手直しされ、一部商品のテイストの刷新が行われた。6月、同じ LVMH グループのブランドと共に入居している表参道アンビルの表参道店をリニューアルオープンした。マドリード、バルセロナを中心に、ロンドン、パリといったヨーロッパの主要都市のほか、サンフランシスコ、メキシコシティ、 ボゴタといった北中南米の主要都市、東京、大阪、北京、上海、香港、ソウル、バンコク、ジャカルタ、シドニー、ホノルルといったアジア、太平洋の主要都市等、世界各国に出展している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。